さあ、緊張の一瞬が近づいてまいります。自らの思想を超えるとき、その目には何が映るんでしょうか。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行争いであります。いったいった。オルコックアラビアン先頭に立ちました。そして2番手に12番チキンラッキーであります。チャオサがそのうちにいます。それからもう1頭、5番エクリプス、11番ヘロド、内から1頭、1番ゴドルフィンバルブ、ちょっと離れて9番ダーレアラビアンであります。それからマッジェム、海底神殿を右手に見ながら12頭が駆け抜けていきます。それから8番レイクマイデイ、3番チェンジザワールド、その後ろでやりましょうか、ネロモア、その外7番マイアリーターク。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。4番オルコックアラビアンが後続集団を離しました。12番クリゲの馬体チキンラッキーであります。そしてその後ろから10番チャオサ、そのうちからは5番エクリプス、この辺りちょっと離れている11番ヘロド、ゴドルフィンバルブがその後ろ、そしていったいったメイクマイデイ、鞍上はレムーロ。さあ世界一を決める冬の陣はいよいよ最後の直線勝負。チェンジザワールド、直線の伸び足はどうか。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。チャオサものすごい足、このまま粘れるか。オルコックアラビアン先頭行く。オルコックアラビアン、ああもう一杯か。メイクマイデイ一気に抜けた。メイクマイデイ先頭、このまま粘れるか。チャオサが襲いかかる。外からチャオサ、これはハンシーレースになりました。メイクマイデイかチャオサか、夢を叶えたのはどっちだ。8番、8